a new member of the family life coupler. Diorama Restrap. 新しい家族の一員に命の連結器ジオラマ食堂。ジオラマ食堂にご予約しご来店いただけるすべてのお客様が新しい家族になる里親にエントリーができる仕組み、これがジオラマ食堂です。まずはたくさんの猫ちゃんと会っていただき、これから先のこの子たちとの生活設計を考えていただきます。新しい家族になっていただくには、私たちとこれからの生活が猫と一緒に生活できるかどうか、完全室内外で室内環境の準備、住宅情報などを話し合います。担当者と LINE 交換などをして面談後の流れをお伝えします。そして理解していただき、エントリーシートに個人情報を明記していただきます。私たちは新しい家族になってくださる方へ、猫ちゃんが行く前に、現在は生後57日以降のお渡しの際には子猫譲渡にはワクチン、そして去勢避妊手術ができる生後3ヶ月から4ヶ月以上の猫ちゃんについてはワクチンと避妊を済ませてからの引き渡しになります。費用について、こちらで過ごしている間にかかった治療費、避妊は、去勢をした子についてはその費用、そして譲渡手続き費用として別途1万円をいただきます。いよいよ待ちに待ったこの引き取り日がやってきました。猫ちゃんの引き取り時には費用をいただき、治療費用の明細、個体のカルテのコピーなどをお渡しします。これから新しい家族として長い間この子と共に過ごすことになります。どうかこれからも末永く幸せな家庭を過ごされてください。なお譲渡にあたりまして審査がありますが、年齢制限などはありません。新しい家族が増えた、これからも猫と人間の共存社会を守るために、ジオラマ食堂をこれからもよろしくお願いいたします。A new member of the family life coupler. Diorama Restrap.